いつもご視聴いただいてありがとうございます。どうですか、皆さん臨床してますか？僕はね、最近ね、ちょっとできてないんですよね。っていうのも、ちょっと、まあ、新しいこと勉強してましてね。まあ、それが何かと言いますと、まあ、ホームページをね、作ってるんですわ。僕個人のじゃなくて、まあ、所属してる書道会のですけどね。じゃあこれ遠いですって、ほんまかいな。まあうちの書道会も、まあ、僕が毎日 YouTube に動画を上げることが関係してかせずか、チャンネルを開設することになりましたね。長っ。まあそれで先月撮影させてもらって始まったんですけどね。まあこれだけではちょっと、まあ、意味がないとは言わないですけどね、もうちょっと意味のあるもんにしたいなと思った時に、やっぱりね、必要なんですよね、ホームページが。うちの書道会に興味持ってくれた人をね、どこにも紹介できないっていうことですからね。みんな、まあみんながまあそりゃ必要やろうと思ってはいたとは思うんですけども、まあなかなかね、あのじゃあやってって言われた時にやるのがなかなか大変やからか、あんまり誰も言い出さなかったんでしょうけどね。まあ僕が提案させてもらいました。でまあとりあえず、じゃあまあ僕が作ることになるんですけどね、まあ、大変ですがやっぱね、何しろやったことないことですから、もう何をどうしたら作れるのかもね、さっぱり分かんないですからね。イメージだけは湧くんですけどね、こんな風にしたらいいんやろうなっていう。そんなつもりはないんですけど、あのまあ愚痴っぽく聞こえちゃったらごめんなさいね。よいしょ。まあでも便利な世の中ですからね、調べたらなんなとね、やっぱりホームページの作り方みたいな、もう親切に紹介してくれたり、このサービスを使えれば、うちのサービスを使えば簡単にできますよみたいなサービスがね、いっぱい出てきますわ。ただまあ問題はね、このいっぱい出てくるっていうところでね、いっぱいありすぎるとね、また選ぶの難しいんですよね。まずは何を使ってやるのかっていうのを調べて選ぶのにすごい時間かかりましたね。もう時間かかったというか、もう実際に何個も触ってみて、何個も作ってみて、どれが一番いけるのかっていうのをやってみましたけどね。もう毎日仕事終わったらもう深夜までずっとパソコン触りっぱなしで、まあおかげさまで今月からもう自粛が徐々に解除されて、無事にお稽古もさせてもらえるようになりましたんで、それはもう非常に嬉しいことなんですけどもね。自粛期間中にホームページがね、作れてたら、それはまあ言うことなかったんですけどね。まあそれはそれですよね。今になってからやっております。まあこういうわからんことやるときの僕の基本的な考え方っていうのは、まあ一つはまず成功してるところを真似するっていうね、いいデザインを真似するっていうのが一つと、
まあ、あの他の人がやってんねんから僕に調べてでけんことはないやろっていうこの気持ち、それでだけでなんとか自分を奮い立たせてやってます。まあ、成功してるとこを真似するっていうのはね、ある意味臨書も同じですよね。だって上手い人の真似してるんですから。自分にできんはずがないやって思うのも、先生が僕と同じ筆使って書いてねえから僕に書けへんはずはないって思い込むのと似てるかもしれません。まああとはただ単に僕は時間かけるっていうだけの話なんですけどね、何か新しいことをやるときは。まあありがたいことに僕はなんかこう周りからは賢くて何でもすぐにやってくると思われがちなんですけどもね、それは本当は違うんですけどね。ただ単にあの寝る時間削って人より時間かけてやってるだけですんで。まああんまりそういうことを、まあ大変やったとかね、外に言わへんからそう思われてるだけなんですけどね。あ、でも今回言っちゃいましたね。思い切って言いましょうか。ホームページ作るのめっちゃ大変でしたわ、ほんま。もうめっちゃ前にしてるよ、寝不足で。まあこの動画が公開される頃にはある程度形にはなってるんじゃないでしょうか。なっててほしいな。それにしてもやっぱり雑談するなら米仏を書きながらに限りますね。まあ、二元社の本60冊、まあ、60種類かありますけども、その中で一番書いてるのが僕はこの米仏かもしれないですね。少なくとも今までやったら年に2週は書いてます。2週っていうのかな、最初から最後まで書くことを1週やとすれば年に2週は書いてますね。だからまあ結構書き慣れてますわ。楽しい言うてもたまに字間違えて書いてることありますけどね、そこはまあ許してください。よいしょ。と言うてる間に今日の分というかこの1個終わりです。こうやって一個一個早く終わるっていうのも米仏のいいところですよね。梅雨入りしてきて紙を扱う書道としては嫌な季節になってきましたね。言うてこの動画が公開される頃には梅雨明けてるかもしれないですけど、皆さんも雨に負けずに元気に臨書してみてください。ご視聴ありがとうございました。